李渡る新李渡る李再新、李自八1885年11月6日から1959年10月9日は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、中国国民党、国民政府、国民革命軍に属し、越軍、関東軍の指揮官として活動したが、紹介席と対立、西南派の領収や人民政府主席、 中国国民党革命委員会中央執行委員会主席などとして、小解析派の重鎮となった。中華人民共和国建国後は、中央人民政府副主席などの要職を務めた。原名は墨、字は、任牛を、祖父は秀才、父は、林生の家庭に生まれる。利渡るもはじめは、学問を志し、1901年、高所27年に、 青切り州、中西学堂に入学した。しかし、1904年、高所30年、高州に移って、候補陸軍中学に入学し、2年後に陸軍促成学堂不評科で学んだ。卒業後は、関東新軍に加入し、関東陸軍工武堂でも学んだ。1910年、戦闘2年、保定軍校、後の陸軍大学で、研究活動に入った。 1911年、戦闘3年10月に、侵害革命が勃発すると、リモ革命派に参加して、新軍と戦った。中華民国成立後、第四軍、第二十二支参謀長に就任する。1913年、民国2年、陸軍大学第三期として復学した。卒業後しばらくは、陸軍大学に教官として泊まっている。1921年、 民国十年に帰郷すると、李渡る信は、孫文らの後方軍政府に参加する。友人である東高が率いる関東軍第一市の参謀長に就任した。その後、陳慶明討伐などで軍港を挙げ、1923年、民国12年3月、関東軍第一市長兼関東軍参謀長に昇進した。その後も、反乱した陳広市を討伐し、 後世で国民党を支持する理想人らを支援する軍事活動を行った。1924年、民国13年に候補軍官学校が成立すると、李渡る信は教練部主任に就任し、後に副校長に昇進した。李渡る信の指導の下で多くの軍人が排出され、国民革命軍の組織に貢献した。李自身も公衆商談の反乱鎮圧。 統制を指揮して、成功に導いている。1925年、民国14年8月、リ・ワタル・シンは、国民革命軍第四軍軍長に就任し、陳慶明らを討伐して、関東省の平定に貢献した。1926年、民国15年1月、国民党第二回全国代表大会で、中央執行委員に当選する。2月には、 国民革命軍初代総参謀長を兼任した。同年の北伐においては広報守備を務め、広古の憂いを断った。同年、関東省政府主席や国民党中央政治会議公衆文会主任なども兼任している。1927年、民国16年4月12日の上海クーデターでは、李渡る信は小解析を支持し、中国共産党の粛清に協力した。 その後も、李は、北伐の継続を支援し、国民革命軍の勝利に貢献した。しかし、次第に、関東の統治権をめぐって省と激しく、対立するようになる。1929年、民国18年3月、李渡る信は、反将派の李宗人を討伐することに反対したため、省により南京下に置かれ、国民党籍と、各職位をすべて剥奪された。 1931年、民国20年9月の満州事変後に、ようやく、李渡るシーンは釈放された。軍事委員会常務委員兼総務庁長,長、国民党中央執行委員、国民革命軍訓練部総監として復帰する。しかし、案内を場外に優先させる、省の方針に不満を覚え、1932年、民国21年夏までには辞任して、香港に去った。 1933年、民国22年11月、人命クルル、小光、最低ラ国民革命軍第19総次軍の指導者たちから連れども、反省、抗日の挙兵を誘われた、李渡タは、これに応じて、復讐入りする。11月20日に、福建人民政府が成立すると、福建事変、李が、人民政府主席県軍事委員会主席として、これを指導した。 しかし、小海石軍の反撃は素早く、2ヶ月もしないうちに、放棄は失敗に終わる。李は、香港に逃れ、国民投石も剥奪された。その後も良好事変では、反将軍を支持し、西安事件の際には、平和的解決を主張した。1937年、民国26年の日中戦争全面勃発に、伴い、李渡るシーンは再び南京に戻って、 党席を回復し、国民政府軍事委員会常務委員に復帰した。以後、戦地統制委員会副主任、軍事委員会経営委員弁公長主任などを歴任し、抗日活動に貢献した。日中戦争終結後、李渡る信は国境内戦に反対している。1947年、民国36年には、香港の新聞史上で、小解析の独裁を批判し、 国民党改革を唱える内容の主張を発表した。このため、李は三度目の党籍剥奪処分を受けてしまう。1948年、民国37年1月1日、李は中国国民党革命委員会を結成し、中央執行委員会主席に選出された。その後は、中国共産党との政治的連携を強化していく。1949年、 民国38年1月、李渡る新は、新用に入り、中国共産党を中心とする新政権に参加する、意向を示した。同年9月、北京で開催された中国人民政治協商会議、第1回全体会議に出席し、政治協商会議全国委員会副主席に選出された。そして10月1日に、中華人民共和国の建国が宣言されると、李は、 中央人民政府副主席に就任した。1954年9月に開催された第一期全国人民代表大会第一回会議では、常務委員会副委員長に選出されている。1959年10月9日、遺願のため、北京で死去。去年75万73歳。少なくとも10人以上の子女がいる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。